滋賀県希望が丘文化公園は、滋賀県安市、湖南市及び、加茂群流王町にかけて一致する、敷地面積416万平方メートルという広大な公園である。1969年に寄港して、1974年9月に全園観光した。青年の城にある、旅出像文化ゾーン、野外活動ゾーンスポーツゾーンから荒山から、 切り出した原作と同質の大理石を用いて、ルッカ美術大学のリド・ボベツキ教授が、原寸と同じ大きさに忠実に模造した、ミケランジェロのダビデ像のレプリカである。ミケランジェロ誕生500年事業として、財団法人日本文化財団が、同教授に移植制作し、公益財団法人滋賀県文化振興事業団と永久設置契約を結び、 1971年9月5日に寄贈した。青少年の健全なレクレーションの場である、同公園にとって自由と正義を担う、青少年像のシンボルと位置づけられている。指定管理者制度について滋賀県、希望が丘文化公園の設置及び管理に関する条例、柴田正和、滋賀県希望が丘文化公園1982、新都市。 36p137 柴田正和滋賀県希望が丘文化公園1982新都市 36p137 柴田正和滋賀県希望が丘文化公園1982新都市 36p137 柴田正和滋賀県希望が丘文化公園1982新都市 36p アニッシモ130から138 ありがとうございます。